8月1日、月曜日の山陽新聞ニュースです。高橋氏は、旅行情報の無料電子雑誌、旅色とタイアップし、都市部の若年女性層をターゲットに、高橋氏の魅力 PR を強化します。タレントの佐野ひなこさん27歳を起用して、今年の春、観光交流施設としてオープンした、旧吹屋小学校や、ビッチ中松山城などで撮影し、5日に特集記事を、 公開します。旅色は2007年に創刊し、月間500万人を超える人が閲覧するとのことです。特集の公開は来年8月4日までです。岡山市北区の岡山ドーム東隣、特設会場で公表開催中の木下大サーカス、岡山公演の入場者が1日、10万人を突破し、記念セレモニーが行われました。 10万人目となったのは、倉敷市の会社員、久保津光さん42歳です。ライオンや、象のショーを楽しみにしていたという長男の小学6年生、聡太くん11歳と長女の小学3年生、コノ葉さん9歳を連れて8年ぶりに、岡山公園を見に来ました。岡山市中心部で、来月30日から11月27日まで、 開かれる現代アートの国際展、岡山芸術交流の会期中に、鑑賞券と引き換える前売り券の販売が1日、始まりました。居住地や年齢に関わらず、一律1000円となっており、公式サイトのほか、岡山県内の主要プレイガイドやコンビニで、来月29日まで販売します。今回の岡山芸術交流には、国内外の25組が出品を予定しています。 続いて、天気予報です。8月2日、岡山県南部は晴れでしょう。最低気温は25度、最高気温は37度でしょう。岡山県北部は晴れ、時々、曇りでしょう。最低気温は24度、最高気温は36度でしょう。降水確率は岡山県南部、午前0%、午後0%。 岡山県北部午前0%、午後10%でしょう。ニュースの詳細は山陽新聞もしくはサンデジをご覧ください。